ねえ、どう思う？この顔、すっごい醜いでしょ？哀れでしょ？すっごいよね。フィオナ潰そうと思ったらさ、自分の顔が潰れちゃった。フィオナモデルじゃなくそうとしたらさ、自分がモデルなんてやってられなくなっちゃった。ねえ、面白くね？笑っちゃうよね。ねえ、笑えよ！ユコ、超絶可愛いアキラッキーがさ、こんな最終ピースになっちまったんだよ。見ろよ、ほら、哀れだろうがよ。やめて、アキラ！あんたのせいだよ。あんたに負けたから。だから私はこんな顔になった。あんたもあんたもイオナもお前ら全員私と同じ顔にしてやんよ。君たち何をしてる。待ちなさい。君たちはここで待っているように。行くよルカ。願いがないんだったら今のうちに降りなよルーコ。降りな。ルーコに何かあったらおばあちゃんが悲しむ。私だけじゃない、ユズキもだよ。もしユズキが負けちゃったらお家の人だって。そうだよ、カズキくんなんて辛い。私は降りないよ。ユズキ見たよね、アキラさんのこと。私はああはならない。そんな、どうして。ルーコ、ごめん、心配かけて。ユズキ。でも私はもう止まれないんだ。叶うはずもないって諦めてた夢、もうすぐそこに見えてるから。もう、友達やめよう。私は無限少女になる。そんな私と一緒にいたら、悲しい思い出がずっとルーコを苦しめることになる。なんて。ごめんね。待ってよ、ヤズキ！ルーコ！楽しかった、今まで。お揃いの刺繍、ずっと大切にする。ヤズキ、次にすれ違う時は新しい私、カズキの彼女になった私。なじったとふらをさらすように。
ろ！お前どこ行ってたんだよ。こんな遅くなるなら連絡の一つぐらい。兄ちゃんに関係ない。俺には関係ないかもしんねえ。でもばあちゃん心配させることはするな。ルーコ、ばあちゃんお家？ああ、早く顔見せてやれ。ただいま。おかえり、ルーちゃん。冷たい冷たい。今ね、甘酒作ってたの。ルーちゃん寒い寒いって帰ってくるかしらって。さ、入って。どうして、どうしてばあちゃんは何も聞かないの？ルーちゃんが話したい時に。それでいいの、それでいいの。ルー、甘酒美味しかった？寝ちゃった？たまね、バトル楽しいってしてるルーが好きだけど、悲しいルーを見るのは好きくない。おはよう、カズキ。あ、ユズキが作ったの？まあね、やればできちゃうんだな、これがさ。はい、スープもね。よかった。何が？昨夜は帰ってもすぐ寝ちゃうし気になってた。上司にはね、そういう日もあるの、覚えときたまえ。勝手だな。ほら、食べた食べた。うん、いただきます。あ、うまい。前にフレンチトースト作った時は生焼けだったのに。うん、私慌てちゃうじゃん、いろいろ焦っちゃうから。落ち着いてタイミングを待って、これだってものを決めて、きっと迷わなければうまくいくの。そっか。友達と？ああ、うん、でもすぐ帰ってくる。わかった、今夜もご飯作る。本当？何がいいかな。朝はフレンチトーストだったし。カレーうどん。あ、私カズキのことなら何でもわかるもん。じゃあ行ってきます。いってらっしゃい。ごめんね、私はあなたと同じにはならない。私は願いを手に入れる。いらっしゃい。それ、あなたが書いたんですか？ああいう対戦相手の求め方ってちょっと危険じゃないですか？そうかもしれませんね。私はいいですけど、他のセレクターから怒られるかも。私のルリグもどうかって言ってますし。ええ。
無駄に戦い続けるのもなんですし、この辺で決めておきたいかな。え？この対戦で私願いを叶えます。随分と自信があるんですね。いいですよ、始めましょう。オープン！多分私が先行。なんだろうな、今日はちょっといつもと違う気がする。ゆずき、行くよ花代さん。言うだけのことある。ずっと私は間違ってた、間違ってるって思わされてた。許されない恋。あんまりあなたと一緒にいたら和樹くんかわいそうだから。許されない気持ち。なんて、うわ、超変態じゃん。スペル断罪の歴弾、直接ダメージ。間違いなんかじゃない、反転してみせる。私の思いが許されない世界なんて全て反転して、私は和樹の隣に。ゆずき、うわ、負けた。強い、和樹くん。やっぱ叶わねえよな。おっしゃ、今度は俺の番。お前には負けねえよ。ねえ、私のデッキ見て。いいよ。あ、赤にするの？うん、あの宝石のシグニが可愛いから。ゆずきも赤なんだよね。なんか喉乾いちゃった。あの、ジュース持ち込んでも大丈夫ですか？いいよ。和樹くん、一緒に来てくれる？え？あれ？自販機。こっち来て。え？いきなりでごめんね。でもやっぱりどうしても気持ち伝えたかった。私と付き合ってほしくて。あの、今そういうのって考えられないんだ。ごめん。他に好きな子とかいる？あ、違うよ、そうじゃなくて。もしかしてゆずきさんがいるからとかじゃないよね？え？いつも一緒にいるじゃない、なんか疑われても仕方ないよ、そういうの。な、何言ってるの？疑われるって、兄弟ってできてるんじゃないかってこと。みんな言ってるんだから、そういう風に。みんなって誰だよ、誰と誰が言ってるの教えてよ。そんな失礼なこと、ゆずきがかわいそうだろ。言ってよ、誰？松本さん、千田さん、僕訂正に行くから早く言って。いつも優しいのに、ゆずきさんのことだとそんな風に怒るんだ。やめろ。本当に違うんだったら証拠を見せてよ。証拠？キスして。え？どうして君に。付き合わなくたっていい、それでもキスくらいできるでしょ。できないならやっぱりゆずきさんが好きなんだ。そうなんだ。どうかしてる。待ってよ、和樹くん。違う、やっぱりいつもと。カノン召喚効果で発想バニッシュ。体の奥がカーって熱いのに、そのもっともっと芯のとこは驚くほど冷たい。もしかして本当にこのバトルで。ゆずき、もう一度、いや最後に確認するよ。花代さん、あんたがこの戦いに勝てば、あんたの抱いてきた願いが叶う。本当にいいんだね。一重があなった時、花代さんを責めたりしたけど、私
私は最初から真実を言われていたとしても、それでも願いを叶えたいって無限少女になるため戦う道を選んでいたと思う。行け、イーグル。そう、怖くても決めていた。人絵は本当にかわいそうだった。だけど人絵の願いはセレクターにならなくても叶えられる願い。私のは地球が破裂したって叶えられない願い。セレクターバトルに頼るしかない願い。ユズキ、最後の攻撃は、そして最後の先制は一緒に。さあ一緒に。私は受け入れる。私は受け入れる。選択者の断りを。選択者の断りを。そして今ここに新たなる無限少女が誕生する。アダマスフィア。来た。無限少女誕生の瞬間だ。僕のお休みなのに遊びに行かなくていいの？うん、やっぱばあちゃんとこうしてると落ち着く。いくらバトルが楽しくたってやっぱりもう近づいちゃいけない。あんなもう友達やめよう。ルーちゃん、ごめん、なんでもないの。そう？もう近づいちゃいけない。はい。お前何勝手に帰ってるんだよ。ほのかちゃん、お前にひどいことされたってすっげえ怒ってるぞ。はあ、一緒に謝ってやるから今すぐ。女って最悪だな。ゆずきとは全然違う。ゆずきはいつも笑顔で、裏表なんかなくて、何か辛いことがあっても一人で抱え込もうとして。兄弟ってできてるんじゃないかってこと。何考えてんだ。ただいま。ゆずき、どうしたの？ちょっと立ちくらみして。ごめん、すぐご飯。寝てた方がいいって。歩ける、うん、ありがとう、カズキ。いいから。何かつけてる。え？香水とか、なんかいい匂いする。誰かをいい匂いって思うのはね、遺伝子が惹かれ合ってるんだって。え？運命の相手はいい匂いがするって。何言ってるの。そういうの聞いたことあるけど違うよ。遺伝子が全然違う相手に惹かれるって。違うのかも。双子だろ。全然違うとこ半分越して生まれてきたのかも。こうしてやっと一つ。なんか変だ。何が？ゆずきもみんなも。みんなと何かあったの？何でも話してほしい、私に。私はカズキの味方だから。永遠にカズキの。
入ってもいい？ひとえ、ご飯は？お昼も食べなかったでしょう。少しは口に入れないと。そうだ、ひとえ、いいものがあるのよ。はい、これ。ひとえ好きだったでしょ？ビクロス、新しいデッキが出たって宣伝してたから買ってきちゃった。よかったら見てみて。あ、ケーキも買ってきたの。食欲なくても甘いものなら食べられる？持ってくるわね。はじめまして、セレクター。時計仕掛けの影にうなずいたら、終わりのドアが開き始まる闇、危うい答えそこに見え隠れる。今日の祈りは明日株になる。天と地を映す とか。なんだって？願いを。君がみんなに言いふらしたのか。ありがとう、花代さん。ひょっとして私のことを思い出してくれたの？その真実は無常。